ジャニーズ対決の行方、ヒラ紫耀 vs メグロハス、クロサギ vs サイレントの視聴率検証。12月23日、ジャニーズグループのキングプリンスからヒラ紫耀が主演するドラマ、クロサギが動機であるスノーマンのメグロハス主演のサイレントと対決。しかし、平野は視聴率で敗北し、事務所を退所する結末に、一方、 メグロはドラマの成功により注目を集めている。本校では、両者のドラマの視聴率やネット上の反応をもとに、ジャニーズ対決の行方を検証する。一点、ドラマの概要と初回視聴率。クロサギは、2006年に山下智久主演で実写ドラマ化された作品のリメイクで、期待が高まっていた。初回の世帯平均視聴率は9.2%で、高スタートを切った。一方で、メグロハス主演の、 サイレントは初回から視聴率を伸ばし、競争が激化した。日展、視聴率の推移と最終回の結末。クロサギは初回のースタートにもかかわらず、その後は7%台が定位置となり、平野の事務所対処が発表された後も注目度は上がらず、最終回の視聴率は7.8%。一方、サイレントは最終回で番組最高の9.3%を記録し、 全11話の平均視聴率は7.6%となり、僅差ながらも、黒サ欺を上回った。3点、ジャニーズ事務所の反応とファンの意見。ジャニーズ事務所は平野を時期看板タレントとして育てており、平野が出演する作品は数字に重きを置いて制作されていた。一方で、メグロのマネジメントは名前が売れれば良いというスタンスで、数字にはそれほど気を配っていなかったとされる。しかし、 床的には平野の作品が失敗し、目黒の作品が大ヒット。ジャニーズは平野を失った難を目黒の成功で逃れた形となった。ネット上では、この結果に対して様々な反応が見られる。一部のファンは悔しい思いを表明し、クロサギもサイレントみたいに社会現象を巻き起こすぐらい人気なドラマになるように頑張ったらよかったじゃん笑いといった声が上がっている。一方で、 サイレントはなんか終わり方、もやもやした派なんだけど、クロサギは良かった。といった意見もあり、作品への評価は分かれているようだ。4点、平野紫仕様の今後の展望。平野はこの床に悔しさを感じることだろう。しかし、この挫折をバネにして、今後ますます活躍することが期待される。ファンや事務所も彼を支え、新たなチャレンジを応援することでしょう。ジャニーズ対決での視聴率戦、クロサギ、VS。 サイレントの結果は、一部の期待に反して平野の敗北となった。しかし、これは新たなスタートでもあり、彼の今後の成長に期待が寄せられている。ジャニーズ事務所もメグロの成功に救われた形となり、今後のアーティストたちの育成に影響を与える可能性がある。ファンたちは今後の平野の活躍に期待し、対決の行方を見守ることになるだろう。